皆さん楽しそうですね。ええ、ここには活気とソースの香ばしさが満ちていますから。もちろん望むところです。うん、まだ2回目だけどすでに懐かしい。ええ、言ったもん勝ちです。うん、今年は劇団のスタッフが場所を取ってくれてるんです。職権乱用じゃないですよ。ついでに取ってもらっただけです。ということで、ギリギリまで縁日を楽しめます。僕の心は読まれてるみたいだ。目玉焼きトッピングを2つ買ってきます。ええ、混んでますから、その方が効率的だ。気をつけてね。お腹に響く。すごい迫力ですね。うん、僕もソースの匂いが気になってたんだ。あなたとの時間が終わってしまうのが寂しい。あ、思ったことが口に出てしまいました。いおりさん、できるだけ自然にしたつもりですが、どうかな、この呼び方。いおりさん、今日は記念日ですね。君の家まで送ります。これでまだ話ができますよ。あそこですか。ここのセットと小道具をもう少しどうにかしたい。あなたはあまり得意じゃないと思ってましたけど。いいでしょう。あなたが潜在的に求める何かを確かめに行こう。それではいけませんよ。まず死に装束は左前が一般的です。え、あ、はい。どうしても気になってしまって、抗議で同業者と言えなくもありません。恨めしや。三角頭巾もそれでは逆です。ありがとうございます。はい、いいでしょう。出のタイミングも改善の余地がありそうです。あ、はい、ありがとうございます。すみません、職業病です。あなたは興ざめじゃなかった？うん、それはいいことなのかな。やるじゃん、ヒイラギ、うまい。卓球は幼い頃からやってましたか？な！まだだ！このサーブが返せるかな？それ！はっ！ん？これでおしまいです！さあ！女子にめがけてスマッシュ決めるな！ああ、
すみません。あなたにいいところを見せたかったのに、千載一遇のチャンスを逃した気分です。そうですか。スポーツであなたに褒められるなんて、卓球はやっぱりいい。昔からやってたんです。ええ。全国を巡っていた頃、よくホテルや旅館を利用してました。楽しみの一つです。ええ。今度一緒にどうです?次は頭にコツンといかないようにしますね。じゃあ、またね。いおりさん、おはよう。修学旅行ってこんなに楽しいんですね。はい、僕は初めての経験ですから、皆さんより浮かれてます。浮かれた勢いでお誘いです。今日の自由行動ご一緒しませんか？これでさらに楽しくなる。じゃあ出発しましょう。失礼しました。ごゆっくり。僕はここで喜びをかみしめています。オランダに行ったことはありませんが、きっとこんな風景が広がってるんでしょうね。海外旅行の気分が味わえるなんて、気に入りました。ではその設定でしばらく楽しみますか。すごいですね。羽ばたき城の天守閣より高そうだ。なるほど。ここは海の近くですからね。標高で言えば羽ばたき城の天守閣の方が高い。あなたのあふれる郷土愛、いいですね。僕も市民劇団の座長として見習います。外国に来ても羽ばたき市を忘れないあなたは素敵ですよ。いおりさん、ここも異国情緒にあふれていますね。150年以上前の貿易商人たちは、故郷を思って花壇や建物を作ったんでしょうね。長崎も素敵ですけど、やっぱり羽ばたき市の方が恋しい。僕は少し劇団のことが気になってきました。でもあなたと一緒ですから、修学旅行を続けたい気持ちの方がまだ勝っているから。もうしばらく座長はお休みです。今日は楽しかったです。僕の初めての修学旅行、あなたと一緒に回れてよかった。二人とも満足だったならよかった。いや、満足じゃない。もっと楽しみたくなりました。ですので、あさっての自由行動も。ありがとう。あなたって人は。じゃあ、あさってもここで。楽しみにしてます。君たちには高校生としての自覚がないのか。それと、あ、はい。あ、やはりあなたでしたか。失礼。何も見えなかったので、その触ってしまいました。申し訳ない。
いおりさん。待ちましたが、楽しみを待つ時間はいくら長くても平気です。ほら、そんな意地悪を言わないでください。でもこの期待感とあなたが見えた時の喜びはもう一度味わってもいいかな。登場のシーンからやり直して。あなたが意地悪言うから仕返しです。ですね。行きましょう。川面に映ってるんですね。最初からそういう狙いだったんでしょうか。後世の人たちを魅了してしまうような景色が偶然できたなんて信じられません。きっとすごい演出家がいたんですよ。あなたにそう言ってもらえると嬉しいな。この長崎で見たもの、経験したことが舞台に生かせれば素敵ですね。では下に降りて記念写真をお願いします。いつでもこの日を思い出せるようにね。何でも揃いそうですね。あなたはどのお店が気になりますか。思う存分見てきてください。女性は買い物好きですもんね。どうぞごゆっくり。僕も適当にブラブラさせてもらいます。では後ほど。いい音色だ。お客さん、絵付けも吹くのもお上手ですね。うちの売り物にさせてもらいたいくらいです。ありがとうございます。プレゼントする方も喜んでくれるといいですけど。え、見つかってしまった。仕方ありません。少し演出は変わってしまいましたが、このビードロー、あなたにプレゼント。はい、僕とお揃いです。ヒイラギの葉をあしらいました。ヒイラギの葉は昔から魔除けとしても使われてきました。修学旅行の思い出とあなたのお守りに。試しに吹いてみて。不思議です。あなたの音は可愛らしく聞こえる。ああ、そろそろ時間です。行きましょうか。明日で修学旅行も終わりですね。あなたとの自由行動が楽しすぎました。僕は小中学校の修学旅行を知らない。でもね、もし行ってたとしても今回が最高です。ええ、それにね、小学校の時も中学校の時もあなたはいませんでした。ですから今が一番。自由行動は終わりですけど、修学旅行はまだ続きます。週末まで楽しみましょう。いおりさん。ええ、生徒会の業務の合間に登録内容と実際の店の確認と味見もしています。昨年スイーツのおすすめを聞かれたので、今年は焼きそばでなくスイーツを調査していました。ええ、ただ種類が多いんです。たい焼きだけでもあんこ、クリーム、チーズ、もう食べられません。案内係さん、
教えてもらったたい焼き、美味しかったよ。次はしょっぱいものも食べたいな。すみません、ちょっと行ってきます。でしたら焼きそばです。ご案内しますよ。すいません、養生テープとゴミ袋ください。あれ、うん、どっちもないけど。はい、養生テープとゴミ袋。ヒイラギ、サンキュー、借りてくよ。在庫が心もとなかったので購入してきました。すみません、段ボール箱ありますか。オッケー、3階押しとく。管理ノートとカウンターを併用するなんていいアイデアでしたね。来年以降も資材担当の伝統になりそうですね。僕もあなたのように手元のことから見直す目線を持ちたいな。いおりさん、お見事でしたね。さすがです。はい、生徒の皆さんも外部からのお客様もとても満足そうでした。それでは改めて良いイブを。メリークリスマス。やっとだ。メリークリスマス。あなたを見つけてからここにたどり着くまで長かった。なるほど、原因が分かった。なかなかたどり着けなかった理由はそのドレスとあなたですね。他の男子が行く手を阻むのも分かります。エスコートするふりをしてさらってしまっていい？半分冗談です。あなたを独り占めにすると後が怖いから少し空気を読みます。ではまた。ほほほほ、君にはこのプレゼントをあげよう。メリークリスマス。いおりさん。聖夜に小さな奇跡が起きました。あなたを思って用意した品が本当にあなたのもとへ。ええ、ああこんなことが起こるんですね。生徒会執行部でプレゼント交換を運営してはいますが。いえ、そんな無粋なことはしません。こんな夜に僕たち二人に奇跡が起きた。それだけです。今ここで開けてもいい？僕のことを考えながら選んでくれた？なんて。ありがとう。大切にします。そうですね。でも、あなたが喜ぶと嬉しい反面、少しだけ嫉妬します。僕も負けてられないってね。はぁ、あ。けど、あなたの表情を見ていると、勝ち目はなさそうです。おとなしく楽しみましょうか。メリークリスマス。
もしもし、ヒイラギです。明けましておめでとう。今年最初のあなたの元気な声聞けました。では元気よく二人で年神様にご挨拶に行きませんか。いい返事ですね。ではこれから迎えに行きます。準備大変ですよね。時間を置いて伺いますから、ごゆっくり。明けましておめでとう。待たせちゃったかな。やはり女性の着物はいいですね。ええ、つい見とれてしまうくらいにはね。しとやかさと活発さが同居して、あなたの魅力が爆発してますよ。ええ、今年一番の賛辞です。そうでした。でも、年末だとしても評価は変わりませんよ。じゃあ出発しよう。足元気をつけてね。大盛況ですね。はぐれないように手をつなぎましょう。僕と手をつなぐのは嫌ですか？なら腕でも組みますか？僕と腕を組むのも嫌？いいでしょう。来年は腕ですね。あそこでも順番待ちしてるね。なるほど。僕たちも並ぶ？そうですね。ここまで来たら引かない選択はないね。おみくじ引くまで僕と手をつなぎましょう。大吉ですね。うん、ありがとう。嬉しいんですが、あまりくじ運が良くないので慣れてないだけです。どうも落ち着かないな。いっそ大凶の方が気を引き締められていい。こういう現象を何て言うんでしたっけ。慣れないいいものより馴染みのある悪いものの方が落ち着く。たくさんの人で混雑にはなるけれど、皆さんの目的がお参りですから、とても清々しい疲れです。僕もです。ただちょっとブレたかもしれません。手を合わせながら隣が気になってね。劇団の成功を記念しながらもあなたのことを考えてしまった。まあ劇団もあなたも成功するに越したことはない。問題ないでしょ。じゃあ行きましょうか。こちらこそ付き合ってくれてありがとう。もう少しゆっくりできたらよかったけどね。あなたは優しい。でも聞き分けのないあなたも見てみたい気がします。冗談です。では今年もよろしくお願いします。